自分が未熟であったことにおいて傷ついた人がいるならば、未来英語を謝ります。当時自分が芸能人で認識不足、不勉強のために知らないことが多すぎて、それで多くの人たちを傷つけたかもしれない。傷つけたという事実があるならば、それは謝るしかないとした認識が、それでは不十分だって言われるなら、それは受け止めるしかない。不適切な発言だったと思うけども、べくれてるっていう話は福島県に限定してない。関東、東北、 という、もっと広い範囲に対しての話なんですね。だって、汚染したのは誰だって、事業者だろって、国だろって、まずは東電と国にこれは徹底的に保証させる方向に持っていかなきゃいけない。1倍を、一ミリを20ミリまで OK っていうような、ある意味でのサイコパスの奴らとの戦いなんだっていうような考え方だったんですけど、やり方がわからないから逃げてくれっていうしかなかった。そのことに対して私が批判される、言葉遣いがなってないとか、あまりにも傷ついたってことは、私が死ぬまでこれ謝り続けますよ。当たり前です。 質問の前に一つだけお願いがあります。えー、公式ホームページを、えー、見ますと、福島県に対する風評被害について謝罪の文がありました。私、五度くらい読みましたけれども、私は令和の今フレンズになってます。それでも、あの文にたいて対してはとても謝罪とは実は思えません。なぜならば福島から出られない人がいるということは、 山本代表がが初めて知ったたという部分があったからですその部分は間違ってないと思いますけれども実は出られなかった人だけではなくて当時福島県というのは全力を挙げて全品検査全品検査というのはほうれん草が1つあったら全部検査ですそういうことを何年も何年もやっておきだから山本代表の、えー、と被害というのは出れないあごめんなさい。えーと 出れない人じゃなくて食べ物がべべくれてるとか給食大丈夫かとその点についてはあの分は謝罪になってないのであのぜひ検討していただきたいと思います。あれ質問一個でお願いします。すみませんえっとどこまでが質問になりますか。今のでもあの,あの質問につながる話だと思うんですけど。じゃあ今のは意見で。ごめんなさい質問に行っていただけますか。はいわかりました。じゃあ五秒でお願いします。はいえー、っと外国人への 参政権と生活保護についてです、えー、私自身、外国人9年おりましたけれどもすみません、はい、5秒だというお話なんですね5<秒>で、ごめんなさい、えー、とちょっとなんだろうな、やり取りとして、えーと、もうちょっとストレートにやってほしいんですよ、1分間十分に自分の主張を話された後に、はい、最後に質問っつって別の話に移るっていうのは、ね、ちょっとなので、ごめんなさい、どっちにします どっちにしますというよりもさっきの話、私の、えー、謝罪が不十分であったっていう件、それは前置きだったわけですね。はい、す本当に話したかったことは何ですか？えー、生活保護と参政、えー、権、外国人のです。私は聞かした人だけに絞る方がいいと思ってますが、その点についてはどう考えてますでしょうか。以上です。ありがとうございます。えっ、ー、と例は新選組として参政、えー、権という部分、外国人参政権に関しての。 完全の答えは出てないんですよ。それは、令和新選組の中でも議論に幅があるからってことなんです。この国においての一丁目一番地は、外国人参政権に関する問題では、実は私たちはそうは捉えてないんです。この国にもともと生きている方々、一緒に生活された方々が、6.5人に1人貧困っていう状況で、経済政策を立て直さなきゃいけないのに、まあ、もちろんご関心がある方にとっては、ものすごく重要な論点かもしれないけれども、そこの、 議論に引っっ張られたくないんでですすよ優先順位があるってことです最も高い優先順位はこの国において何かって考えたら経済問題なんですよでこの国を食い物にしてきた者たちを一刻も早く変えなきゃいけないそのための処方箋は何だということを私たちは経済政策として進めてますいろんな問題があるのが政治です今言われたような話もそうだし え生活保護だってそうだし、さまざまな問題、天皇制だってそうだし、いろんな問題があるんだけれども、その中で全てに答えを出すっていうことは、さすがに不可能なんですよ、議論が深まってない部分もあるし、それは保留してる部分もあるってこと、一方で、私自身がどう考えるかということに関してはお話はできる、それは何かっていうと、外国人参政権っていう部分に関して、私自身がどう考えるか、これは令和としてではないです、令和としては議論に幅があるってことは、冒頭申し上げた通り。 私自身が考えるのは、大日本帝国、親民とされてきた方々、戦争が終わってから、お前らは外人やっていうことになっちゃったんですよ。ひどい話でしょって。在日コリアンの方々とかは、この国で2代、3代、4代っていうふうに暮らし続けてるわけですよ。だとするならば、地方の参政権っていう部分に関しては、あっていいんじゃないのっていうのが私の見解、国会の中でも、これは自民党も交えてずっと話してきたことなんだけど、それが途中からどっか行っちゃったんですよ。 私たちが考える、今の意見では、国会は議論をする場なんだから、議論はあっていいんじゃないのっていうところで止まってます、それ以上でもいかでもないってこと、はい、そういうことです。で、冒頭にお話しくださった福島県へのお話ですね、原発事故がありましたと、その時に私は、えー、と芸能の仕事をしてました、私が、えー、政治の世界に足を踏み出すのはもうちょっと後なんですね。 なので政治家、山本太郎としての、えー、認識の間違いということではないことを、これはまず分かっていただかなきゃだめです。私はこの国の一国民として、自分の考える意見を言ったとっいうことだけで、自分の思う考えのもとに動いたってこと、それ以上でもいいかでもないんです、ただし、その動き方であったり、自分の発言の中に、ある意味で乱暴であったりとか、ある意味でその当事者たちを傷つけるような言い方があった。 私自身も今、そう感じるところはあります、私が今、あの時に戻れるんだったら、言い方や、そのどうやってみんなを動かしていこうかっていうやり方に関しては、多分変えていくと思います、同じことはやらないと思う。だって、20年間芸能界で生きてて、社会運動だったり、市民運動とか一切関わったことなくて、合意形成をやるなんてことはやったことないわけですよ。だするならば、危ないっていうふうに自分が思ったときに、逃げてくれっていう。逃げてくれ どうして逃げないんだよって冷静に考えれば社会経験がちゃんとあるならば逃げろって言われたって逃げられない人たちもいるしその土地を守らなきゃいけない人たちもいるんだってところにつながるんですけどでも当時の私にはそういう考えなかったってこともうこれはもうどうしようもない事実なんですね首振られてるけどでもそういうことなんですよ私自身の話だから私が初めて知ったのは何かっつったらこの国に 生活が不安定で大変な状態にあるって人たちが大勢いるってことも知らなかったんですよ。自分が社会に出た16歳から大人になるまで一度も経済的にこけたことないんですよ。16歳の時から給料制で事務所と契約してお金をもらってた。であとはもうずっと上がっていくだけなんですよ。ちゃんと仕事があれば。だから、この国に貧困という状態が存在していることも分かってなかったんです。30後半にしてもですよ。 私がそういう世の中っていろんな問題があるんだってことにやっと気づけたのが原発事故の後だったんですよ。最初に原発事故のこと、被爆のこと、そこに自分は関心を寄せて、でもそこから先に社会にはいろんな問題がある、貧困もある、労働問題もあるってことに広がっていった。その時に自分で気づけたってことなんです。逃げろと自分が言ったとしても逃げれない状況もあるし、 先ほど言った通り、経済的に逃げられない、それだけじゃない、先祖代々受け継いだ土地というものを、これは放棄して、そこから立ち去ることは、これはだめなんだと、守り続けなきゃいけないんだという考え方があったりということを気づくのはだいぶ後だったんですよ。それを考えながらば、当時、勉強不足であったり、知識がない、経験がないというところで、そう思い込んでいたことに関しては、もう謝るしかないんですよ。 誤って許されるものじゃないっていう言葉も私は受け止めたいと思います。当然です。自分が未熟であったことにおいて傷ついた人がいるならば未来英語を謝ります。そういう宣言です。その謝罪では不十分だった。私が謝罪文を出した。当時自分が芸能人で認識不足、不勉強のために知らないことが多すぎて、それで多くの人たちを傷つけたかもしれない。傷つけたという事実があるならば、それは謝るしかないとした認識が それでは不十分だって言われるなら、それは受け止めるしかない、ストトレートにそう思います,論点,います論点が違う、じゃあごめんなさい、補足してください。そうしなければ生きられない、故郷を捨てられない、そういう問題ではなくて、例えば、ベクレルとか、今食べてる給食は安全ですかとか、そういったものです、えー、っと全品検査ですとか、ローカル局っていうのは、東京とか大阪のようなキー局がやってないニュースを、今でも地道にやってます。 その中で、食に対する、あのー、問題っていう、いわゆる放射能のベクレルの問題です、逃げる、逃げれないの問題では、わ <Okay> かりました、まああのー、なんだろう、答えとしてそこの部分をまだできてなかったということはお見申し上げます、じゃあ、今から答えますね、今でも報道が伝えてるっていう話と、事故後すぐの話っていうのは全く違います、当然ですよね。 時刻数ヶ月間の空間線量であ空間線量と今の空間線量比べられないでしょ。これは食料も一緒の話なんですよ。100ベクレルという数値が高いか低いかなんて決められるかってことなんですよ。私は高いと思う。チェルノブイリがあったときに、ロシアであったりその周辺の国々で使われてた、採用されてた数字よりも高い数字なんですよ。100ベクレルっていうのは。皆さんご存知でしょ。それを考えたときに、設定が高いということに対しては、やっぱり警戒をする。 私は自分を守るためにそう考えていた。そして子どもたちを守るためには、当然、子どもの方が放射線に対して感受性が高いわけだから、しかも内部被曝につながるっていうものに関しては、特にセンシティブにならなきゃいけない問題、それまでは年間1ミリシーベルトを超えないという世界的なコンセンサスのもとに、被曝というものを考えられてたものが、20ミリまで OK、学校に通っていいっていうようなことっていうのは、私はありえないと思ってるんです。今でも思ってます。それはありえない。 どうして1が20になんのよ事故があったからだろって。それはわかりますよ。でも1が20になったって人間の体が20倍強くなるわけじゃないですよ。それってただの数字の問題なんです。数字を上げて問題ないってことにされたって話なんですよ。おかしいでしょだって放射線管理区域24時間365日居続ける人いますいませんよ。年間5ミリ程度がおそらく放射線管理区域ですよね。その何倍なんですかってことですよ、20ミリって。 放射線管理区域の4倍の影響まで許容する、問題ない、理由は、数字を上げたからって、これ国民の生命、財産守るって話にならないだろうってことなんですよ。これだけ広域にわたるような大公害を巻き起こしたっていう状態であるならば、当然国が責任を持って時間がかかったとしてもそこから一度移動していただく。そして徹底的に除染などをした上で、もともとはこれぐらいの数値だったけれども、ごめん。 事故を起こしてしまった。で、私たちは懸命に取り組んで、これぐらいの数値に戻るということになってるけれども、その時に戻りたいですか戻れませんかっていうことを聞きながら、それぞれの保障を個別に決めていくっていうことをしなきゃダメなんですよ。だって原発事故を起こしたのは福島県民じゃないですよ。東電でしょそれを国策でやってきた国でしょってことなんですよ。なのにどうして、加害者側がどうしてあんなに態度がでかいんですか ありえない話でしょ未来永劫保障しなきゃだめな話なんですよ。だって、汚染された土地、これがまっさらに戻ることはないんですから、100ベクレル以下、1キログラムあたり100ベクレル以下に関しては、黄色いドラム缶の中で管理しなきゃいけないものを、8000ベクレルの土までは公共事業に使えるって、そんなことやってる国あんのないですよ。これから進められていくこと、これまで進められてきたことは、 新基準として世界中で起こる事故に当てはめていかれるんですよ。私はそういうの良くないと思ってます。食べ物に関してもそう。100ベクレルが高いか低いかって言ったら、事故前の基準なんです、すべて。さっき言いましたよね。普通の人間が住んでて、1ミリシーベルトを超えないようにしようというコンセンサスのもと20倍になったのはあり得ない。だからこそ、それが下がるまでは皆さんには一度、 別の場所に移っていただくとかっていうことが本当はやらなきゃいけないことだったと私は今でも思います。食べ物に関してもそう。例えばですけど、事故前の食,、えー、食品の放射能の測定結果っていうのを見ていただきたいんです。はい。原発事故前2010年時点で各地で行われていた測定結果、東北でも関東でも、えー、1キロあたり1ベクレル以上の検出ないんですよ。って考えたら100ベクレルっていうのは リスクがどれぐらい上がったかってことが分かると思うんです。それを大丈夫だ、安全だ、食べなきゃ応援しすることにならないっていう話じゃないんですよ。それっていうのは誰に対して面積をすること、それは事故を起こした事業者や国に対して責任を取らせないということになるんですよ。もちろん罪はないですよ。農家の皆さんに、私がべくれてるっていう話をしたっていうのは言葉の使い方として、それはあまり良くない使い方、当然です。 だからこそお詫びを申し上げなきゃいけないのは当然のこと。福島に対して私がそう言ったっていうのは、物事を歪小化しすぎ。だって、福島県内だけにとどまるんですか、汚染は。違うでしょ東京にも2回放射性プルーム来てますよ。で、ホットスポット作っていってますよ。ってことは何かって言ったら、福島県以外にも東北も関東も汚染をされたっていう事実があるってこと。私が言っている、当時のね。 不適切な発言だったとは思うけども、べくれてるっていう話は福島県に限定してない、関東、東北というもっと広い範囲に対しての話なんですね、で、話戻ります、事故前から続く環境放射能水準調査、食品資料を含むということでやってることなんですね。 環境放射能水準調査、原子力規制庁が平時及び緊急時における放射能の分布状況を把握すると目的に各都道府県に委託して実施しているもの、環境研究センターでは県内の放射線量及び各治料中の放射能を測定することにより未然防止を図ると汚染のということを千葉県がこれ出しているものですね。例えばだけど北海道だったらどんなもんなんですかってことなんですけれども、えー、北海道東北水産物、こちらの2010年1月から12月の測定結果、未検出除く ともうさまざまですねサザエアイナメイワナ福島県も山形も秋田も全てですけども1ベクレル超えはないんですよ今検出されるものが少ないという話になったとしても当然事故あった直後とかしばらく数年っていうのはやっぱり高い放射線量出てるものもありましたよねそれを考えるとするならば国が安全だと言い切る100ベクレルっていうものに やっぱり予防原則に立たなきゃいけないっていうのは当然のことだと思うんです。国の生産者に対する補償や、東電からの補償を、ある意味で免責するために、みんなで応援しようって空気を醸成していくっていうのは非常にまずいことだなって、私は当時も思うし、今も思うんです。逆に言えば、100ベクレルではなくて、さらに厳しい数値にしていく、でそれを表に出していく。 そっちの方が私は信頼に足る、逆に言ったら、ああ、じゃあ問題ないよねって手に取れる、なんとなく大丈夫だっていう空気を広げていくっていうのは、私はやり方としておかしい、そう思ってるんです。で、何よりも、やっぱりこれは徹底的に保証するってことをしなきゃいけないことなんですよ、だって、汚染したのは誰だって、事業者だろって、国だろって。 関東の水産物、2010年の1月から12月、こちらもそうです。先ほどと同じように、関東も 1, 1ベクレル超というのはないんですよ。北海道、東北、農産物、野菜、2010年の1月から12月、1ベクレル超はないんですよ。これを考えたときに、一生懸命測定していました。100ベクレルは超えていませんということを、私は国民の側から、だから安心していいんだっていうような形に持っていくっていうのは非常にまずいことだなと思ってます。 今でも思います。で、私は当時、戦い方なんて何も分かってないんですよ。だって芸能人16歳からやり続けてきて、社会問題全く興味持,たな持ってこなかったんだから。でも事故があって自分の中で許せなくなって声を上げて、まずは東電と国にこれは徹底的に保障させる方向に持っていかなきゃいけない。 1>, 1, 倍を1ミリを20ミリまで OK っていうような、ある意味でのサイコパスのやつらとの戦いなんだっていうような考え方だったんですけど、やり方がわからないから逃げてくれっていうしかなかった。そのことに対して私が批判される、言葉遣いがなってないとか、あまりにも傷ついたってことは、私が死ぬまでこれ、謝り続けますよ、当たり前です。私の勉強不足、それだけじゃなくて、そこを思いやるという方向、別の戦い方。 いろんなことが私の中に足りていなかったってことなんですよね。じゃあ、今も食品の問題だったりとか、東電に対する話っていうものを、国会の中でやってる人たちどれぐらいいるんですかってことですよ。いませんよ。数少ないですよ。だから私がやらなきゃだめなんですよ。じゃあ、求めていくべきことは何なのかって考えたときに、東海村の基準ですよ。ひしでプルトニウムを救ったみたいな話がありましたよね、東海村。 あの時に東海村は一体どのようなことを人々に保障したかってこと。それをちょっとだけ最後に見ていただいて、次の質問に行かせてください。はい。JCO 東海村の、えー、臨海事故って何だったか。99年9月、茨城県東海村にあるウラン加工工場で起きた国内初の臨海事故。高速実験炉で使う燃料用ウランを製造している途中で核分裂継続的に起きる臨海が発生。 燃料を製造していた作業員2名が急性放射性障害で死亡周辺住民667人も被爆したという内容でしたこれはレベル4レベル4ということになったんですね茨城県東海村ではどのようなことにしたか1ミリシーベルトを超えるというところにいた人たちは年1回0歳の赤ちゃんが82歳になるまで無料で検診を受けられるような状況を担保する担保した それを継続しているっていう状況、福島にそんなことあるすべての希望者が対象、一部滞在者を含む住民だけじゃないんです、その時仕事でたまたま来ていました、そういう人もガイドするってこと、がん検診を上乗せした市町村、住民検診、そういうものもあるってこと、レベル7、えー、福島第一原発、20ミリシーベルト以下で帰還、20ミリシーベルト以上でも今、帰還させようとしてますよね。 家の周りだけ除染しておいたるわって。家の周りだけで生きてるわけじゃないよ、人間はって。家と集会所とお墓を往復するだけで終わらないよ、人生はってことですよ。事故が起こる前の基準が全てなんだって。当然じゃないですか。その時の運用のしやすさによって、数字を変えるっていうのは、人の命、守る観点には立ってない。予防原則なんで無視ってことです。健康審査は原発事故時に避難区域に居住していた人のみ。 じゃあどうすればいいんですかってことですけどやるべきことは何かといったらあの収束の仕方がわからない原発おそらくこの先数百年続くんですよあれを収束させるためにははっきり言っちゃったら国も東電も収束させないんですもうここら辺で廃炉だろっていうところを決めたいんですねそれがおそらく2050年っつってる2050年までに廃炉ってそんな短い期間に廃炉なんてできるわけないんです一般の原発と同じ長さなわけないでしょ 収束の仕方わからないんだったら数百年にわたって世界中の知恵、お金を集めてこれ収束していくってことを目指していかなきゃいけないんですよ。何代にもわたって当たり前のこと。でも、東電と国はそんなこと考えてませんよ。もう終わりの時期探ってるというよりも目処は立ててるから2050年までにこれ終わらすってことはもう確実に2030年50年っていうところを見ていきながら終わらせようと思ってるんですね。はい、ここまでですってことを決めようとしている。 さっさと終えたいからこそ、汚染水、海に流すんですよねってことです。むちゃくちゃですよ、そんなん。逆算してできるもんじゃないってこと。まあ、このような東海村のあの事故でさえも、ここまでの手厚いということをカバーするってことを約束してる。そして継続されてる。一方で、レベル7のこの事故ではって。それを考えたときに、やっぱり未来英語。これは、医療費であったり様々なものを無料にするぐらいのことをしなきゃダメなんですよ。様々なものが奪われたんだから。 それに対して誰が責任取るかって言ったら事業者と国しかないでしょ、東電ごときが終えるような罪じゃないんですよ、実はだから国家としてやっていかなきゃいけない、それをやるためにはやっぱり自分も国会の中にいる必要があるだろうな、そう思ってます、もう終わったことだっていう認識にされちゃってるからね、今でさえも、まだ言ってんのかお前って言われますからね、まだも何もないんだ、って何も終わってないんだよっていうのが本当のところ、そういうところです。言葉足らずのことでね あの傷つけたことに関しては、謝罪を続けるしかありません。ありがとうございます